助け合いジャパンは、震災後、ソーシャルメディアを通じて始まった、震災復興のプロジェクトです。ソーシャルメディアを通じていろんな仲間が集まって被災地に関する情報、復興に関する情報を発信しようと、当時の、内閣府、今はですね、復興庁、ここにちょっと復興庁連携プロジェクトって書いてあるんですけれども、復興庁と一緒に正しい情報を発信するというような、プロジェクトになっています。ボランティアから始まったこの活動は、昨年の8月に一般社団法人化になりまして、今年の3月、異例なことなんですけれども、1年で公益社団法人に認定されました。立ち上げ当初はいろんな方が参加していただいて、インターネット上を通じてですね、リンクのチェックであったり英語の翻訳をずっとやっていました。今年に入ってからは体制の立て直しということで、記者の佐藤直樹、佐藤直さん、石川淳也さんから私がバトンを引き継ぎまして、フルタイムでフルコミットで助け合いジャパンの方を実施していくという形の体制で始まっています。今年の3月には宮城県から委託を受けて情報レンジャーが走り出し、今年の9月からは本格的に福島の方で情報レンジャーが始まっていくと、正しい情報を伝えると、助け合いジャパン、助け合いジャパン .jp、 ハッシュタグはシャープ助け合いでやっていますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、情報レンジャー隊長の石川です。情報レンジャーはですね、被災地の情報を被災者自らが、細かく回って、勇気づけていくための情報をですね、集めていくプロジェクトです。ここ福島でもですね、2012年9月1日から、全部で18名の情報レンジャーが走り続けます。毎日走り続けます。福島の人々、それと日本中の人々、世界中の人々に向けて、世界で初めて起こったこの福島の現状を世界中にお伝えするために日々頑張ってまいります。